うちのあさみちゃんです。あさみちゃんっていうのは本当にこの子のあさみちゃんだからなんですよ。私があさみだからつけてるとかじゃなくてそこをね皆さん誤解してるので、その謎を、あさみちゃんの謎を今日は明らかに、ちょっと春なので衝撃の事実いきますよ。ちょっと面取りますねあ、恥ずかしい恥ずかしい、なんで引っかかってるちょっと待って、ね、ボムでちょっと落とさないように私が勝手に細工したのごめんごめん、手が抜けましたけど、ねこれもちょっと倒すよ倒すよ、どこだ、こっちか、ここに見えます、見えたこれは紛れもなくあさみちゃんが、私とあさみちゃん漢字も一緒なんです、あさみちゃん、あさみちゃんだね、びっくりびっくり、ドッキリな出会いですよ、出会い出会い、 あのね、純子って聞いてたんですよ違う名前が、純子って聞いた、あ、じゃあ純子うちで可愛がるわって、純子、純子って言ってたら、まあ、ちょっと別のカツラかぶってたんですね、もっと昭和の、昭和の感じのでもこう、ね、とりあえずこの子本当に開催できないので、すごい美人さんですよね。超可愛い。そう、超可愛い。ね、綺麗だし、美人さん。こう車に積み込むのが大変で、入れてたらカツラがずらっ、カツラがずらっと飛べて、そしたら名前が出てきたという逸話があって。すごい名前が彫ってあった。で、その名前がまさかの私だったっていう。あさみちゃん。運命かなって。長いといううちの看板娘あさみちゃん、これからもよろしく、手もちょっと足一回折っちゃって骨折、骨折しちゃって、こうこう、あ、ほんとだ、ちょっと後ろバキッと、バキッとってもう元気に今日も朝の波動でモデルを務めております。そろそろ夏物に着替えようかな。まさみちゃんの秘密でした。